皆さんこんにちは、さくらです。福岡旅行3日目、旅行準備から始まった福岡旅行シリーズの動画も今回がラストです。まずは身支度を整えてカフェ巡りに行ってきます。ホテルのチェックアウト完了です。ホテルの入り口のシャンデリアが素敵でした。3日目の朝はあいにくの雨模様。後ろで夫もシャンデリア撮ってました。都ホテルの下から撮るとこんな感じです。高田駅から徒歩5分のカフェタイムズエスプレッソに到着しました。サンドとカフェラテを注文しました。どっちも美味しかったです。おしゃれな店内で素敵な朝活になりました。席数は少なめなのでそこは注意です。先ほどのカフェから移動して2店舗目のカフェアイボリッシュへ行きました。休憩がてら今回の旅行で行った場所や買ったものをノートに記録します。今回旅行ノートを作ったので次の旅行でも使いたいな。ここで朝昼ご飯を食べました。スタバ行きました。沖縄にはないリザーブのスタバ。夫も旅行ノートをルンルンで書いていました。福岡空港に到着。お土産を買って少しベンチでまったりします。お土産屋さんでスイートポテトをゲットしました。沖縄に帰る前に博多ラーメンも食べておきます。帰りの飛行機もあいにくの雨でした。福岡楽しかったです。また早く戻りたいです。ピカチュウコラボしてました。ポケモン好きにはたまらない。無事沖縄に戻ってきました。結婚して初めての旅行。夫が住んでいた福岡に行けて楽しかったです。ここまでご視聴ありがとうございました。